1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。12月4日 ET の日。1982年12月4日 SF 映画 ET が日本で公開されたことにちなんで記念日が制定されています。映画 ET は監督・制作スティーブン・スピルバーグ、制作予算がおよそ1000万ドル、制作会社はユニバーサル・スタジオ、上映時間は115分となっていました。この映画はアメリカでの初公開から人気を集め、観客動員数1000万人を突破するなど大ヒットを記録しています。またアメリカ国内だけでおよそ3億ドルという興行成果を収めており、当時の映画史上最大益の興行収入を記録しただけでなく、制作予算がおよそ10億円だったことに対する興行収入の面でも大きな注目を集めました。興行収入の3億ドル、当時で323億8000万円弱になったそうです。ちなみに映画タイトルとなった ET は地球外生命体の略となっています。また同作品内でハイライトにもなっている ET と少年が指を合わせるシーンは、バチカンシスティーナ礼拝堂に描かれたミケランジェロ作の天井画の一部、アダムの創造が元になっているとされています。加えて一部関係者の間では、映画 ET における重要なメッセージは宇宙人のすべてが敵ではないことを訴えているとの解釈もなされているそうです。聖バルバラの日。3世紀頃の12月4日、当時キリスト教が禁止されていたローマ帝国でキリスト教への信仰に目覚めた少女バルバラが処刑されてしまうことに。バルバラが獄中で壺に受けていた王刀のつぼみが処刑の日に花を咲かせたとの記録があることから、キリスト教圏では12月4日にバルバラを偲んで王刀の枝を壺に刺す習慣があります。また聖バルバラは稲妻や落雷から身を守ってくれる守り神とされていることから、狩猟家、消防士、武器職人、砲兵、建築家など多くの守護聖人として現在も称えられています。プロポーズで愛あふれる未来を作る日。プロポーズは二人で作る未来を表現する機会であり、パートナーがいることの喜びを感じるきっかけと捉え、ジュエリーは形のある愛をコンセプトにジュエリー販売などを行っている会社が、いつも二人で幸せの語呂合わせにちなんで12月4日に記念日を制定しています。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日。今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。